人気のナンシーがオタクのメイベルに変身？おっと間違えちゃった。では答えがわかる人？私わかります。私を当てて。手を下ろして。答えは予約済み。僕も答えがわかります。ラディウス先生、レイク、あなたは素晴らしいけど答えるのはこの私。手を下ろして。ラディウス先生、私はここです。答えを知ってます。さあ当てて。 OK メーベル、わかりました。続けましょう。授業終わりました。皆さんさよなら。ナンシー、だといい。またテストは赤点よ。Oh. しかしナンシーは学校で一番人気の女子です。私にだって友達がたくさんいるよね。ジャスティン、私たち最高の親友でしょ。またあんた、こんにちは。久しぶり。私たちだけの秘密、大学の外では大の親友です。ナンシー聞いて、体を交換できる薬を発明したの。お互いになれるよ。どうかな、うまくいかないんじゃない。メベル、さよなら、行かなくっちゃ。プロムに行くの？メベル？あー楽しい夜になるだろうね。多分ね。ねえナンシー、このイケメンと一緒にプロムに行かない？ねえメベル？あ、どいてよ。誰か誘ってくれないかな。ナンシー、俺と一緒にプロム行かない？ダメよ、この俺様と行くんだ。来週最終試験があります。一生懸命勉強してくださいね。もちろんです。何？もう最終テスト？どうしよう。自分の力じゃテストに合格できないと思う。でもそうだ、体をメイベルと交換すればいいんだ。もしもしメイベル、例の薬で体を入れ替えてみよう。これが例の薬よ。ねえナンシー、落ち着いて。まずは約束して。私はあなたのテストに合格するから、あなたは私の憧れのジェイクの気を引いてくれる？もちろん。さあ手飲み干して。うわーできた。何このダサい服。ちょっと待って、メガネなしでも見える。さあ仕事に取り掛かりましょう。ジェイクが私のこと好きになるのね。うわー廊下にいるあの子は誰？新しくアップグレードしたメイベルです。あの人かな。こんにちはジェイク。うわーメイベル、君なの？あなたはこの方程式くらい神秘的だね。そしてこの定理ぐらい綺麗だよ。うわーつまんない男。星雲のように綺麗だよ。プロムに一緒に行かない？いいよ、これが私の電話番号。電話してね。アインシュタイン先生、どうしよう。この問題の答えを知ってる人、メイベル？ナンシーが今日は答えます。ナンシー答えたいの？信じられないけどどうぞ。ナンシーの体のメイベルは問題を完全に解いています。どうだ？うわーナンシー A プラスよ。素晴らしい、よく頑張ったのね。ありがとう、これで進級できる。こんにちは。ねえこの本もう読んだ？ちょっとメイベル。あーごめん。うわーナンシー本人だ。メイベル、あなた私なんだよ。人気の女子はオタクと話さないの。
最も難しい問題です。そしてメーベル、答えて。あなたにぴったりよ、前に来て。は？私？はーい。メーベル、答えて。わかりました。ここの答えは1です。そしてこれは、はい。そしてこれは、いいえです。メーベル、大丈夫ですか？熱があるんじゃないの？家に帰って休みなさい。ふう、よかった。あー、ナンシー、ナンシー、どこに行くの？誰？あの人たち、知らない。ねえ、待って。ナンシー、待って。ロッカーは人気者の隠れ場所になります。どこに行ったの？変なの、ふう、ナンシーでいるのは簡単ではありません。テスト会場です。一番の難関、私の成績に傷がつかないようにちゃんとテスト受けてよね。このイヤフォンで答えを伝えるからしっかりね。メベル、入って。座ってテスト始めてください。何？イヤホンがザラザラ言っています。聞こえない。例の方法を見つけないと。どうしたらいいかな。メイベル、大丈夫ですか？おっと、鉛筆が折れました。テストが受けられません。ほら、私のを使いなさい。ありがとうございます。メイベル、テストに集中して。わかった。あのポスターでひらめいた。ああ、そうだ。お気に入りのヘアスプレーの使い方です。答えが分かったと思う。できました、イケメン先生。うわぁ、全部合ってる。ナンシーの体のメーベルも問題を抱えています。チアリーディングのオーディションがあります。これでどうするの？ほら、やってみせるから真似してみて。右、左、横。わかった？さて、やってみよう。まずはチアリーディングノートに書き込みます。順番は右、左、横。練習しよう。ねえ、どこに行くの？忘れないで。ねえ、メーベル、あなたならできる。三つ編みはやめよう。いい？あなたは私なの。絶対にできる。最低。ナンシー、ステージに上がって。右、左、横。さあ、メーベル、がっかりさせないで。そしてフィナーレ。ふう、どうかな。ナンシーは最高です。わかりました、合格。やったー。ジェイクがプラムに誘ってくれたよ。ほーら、進級できた。やったー、ありがとう。うわー、これで自分に戻ります。やっぱり自分の体が大好き。髪を溶かさないと。またねー。友達のおかげでナンシーは成績が上がります。そしてメベルにも友達ができました。それが友情のマジックです。今日の動画はいかがでしたか？一日体を交換したいほど、どんな友達がいるかコメントください。皆さん、このビデオにいいねして、チャンネル登録とベルをクリックしてください。ウフーの陽気な新しいビデオをお見逃しなく。